どうも、キラです。今回はアベンシスとコンパクトカーの2種類を紹介していきたいと思います。まず、アベンシス。特に変わったというのはこのボンネットだけですかね。ボンネット。それだけです。でも、これは次コンパクトカーです。コンパクトカー。まあ、スポーツカー仕様みたいな感じのカラーリングですね。ドア開きます。よいしょ。いやー、片手きついなー。こんな感じですかね。もう片手はマイクを押さえてるんですよ。すいませんね。で、こうドア開けます。こっち暗いんで分かりにくいんですけど、赤い方を持ってきますね。はい、はい、でか、はい、これで、これが穴開いてるんです。穴開けたい仕様で、一応こっちのアベンシスも、うわこれ怒られる族に似て、違うか、それ違うな。これは、これも底なしです。こんな感じですかね。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。